はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、発泡酒。なんか濡れてる。なんだ。あ、なんか。冷蔵庫の中がこのニンニクの業務用スーパーで買ったニンニクがなんかニンニクの中が水漏れしている。うわなんだこれ。水漏れしてるわ。なんか濡れてんなと思ったらなんか変な匂いするなと思った。これやっぱあれなんだろう、これ横にこう横で保管してたらやばいっすね。これ横で保管してるとやばいっすね。どうしても冷蔵庫の容量的に横で保管してる。まあいいや。ピーチベルグ。フルーツビールテイスト。これ札幌です。桃果汁 1% 使用。アルコール度数 5%。原材料が麦芽。かっこ大麦麦芽と小麦麦芽と、ホップと大麦と、糖類と、桃と、コリアンダーシードとオレンジピールと香料。いろいろ使われてんな。これなんかベルグシリーズいろいろ出てて、これ飲んだんだっけなーって。ちょっとわけわからんくなる。ビール大国ベルギーに学んだフルーツビール。テイストの、発泡酒です。麦芽のうちベルギー産麦芽を 50% 以上使用、桃果汁を 1% 使用し、発酵させています。札幌ビール、日本国内の工場で生産しています。麦芽使用率 25% 未満。オレンジピールにはマンダリンオレンジまたは温州みかんを使用。と書いてあります。すげえ桃の香りがすげえ。じゃあカピー。あー
桃、ああ、桃。桃なんだけど、そんなに甘くない。あの、チューハイとかに比べると圧倒的に甘くないですね。うん、ただ、ほのかに甘い。うん。ちょっとだけ甘めな感じですね。なんか単純に、ビールと、桃の 100% やっちゃう、桃のジュースを半々ぐらいで混ぜたような、味ですね。うん。なんかどっち、なんつうんだろう。別にわざわざビールでこれを合わせる。ピーチベルグ。札幌ビールは、ピーチベルグを数量限定で新発売。桃香るフルーティーな新ビールテイストがホワイトベルグブランドから新登場。2018年の2月の14日に数量限定で発売となっています。この商品は麦やホップなどと一緒に桃果汁を発酵させた桃のまろやかな香りが溶け込んだ新たな味わいのビールテイストです。パッケージはホワイトベルグシリーズの商品としてホワイトベルグの獅子の紋章を踏襲し、甘い味覚イメージと桃を想起させるピンクをベースカラーにビールテイストをイメージさせるゴールドを使用しました。でもこれ、なかなか、不思議な味わいで、口に、入った瞬間はすげえ甘い香りして、すげえ甘いなって思うんだけど、実際に喉を通ってみると全然甘くねえなっていうか、口に入ってから、全然甘くねえなって。なるんだよね。味としては結構あっさり。コクは特にそこまでなく。まあなかなか不思議な。ただ苦味もない。まあ甘い香りなんで苦味がないですね。そこまで、なんだろう。なんか中途半端で、ですね。なんか中途半端だなっていう感じは、あるな。個人的には、やっぱり、ブラウンベルグが一番うまかったかな。ルビーベルグも似たような味だったし、ホワイトベルグはめっちゃうまかったけど、ブラウンベルグもめちゃくちゃうまかったですね。ホワイトベルグも、すげえうまいんだけど、ブラウンベルグが一番うまかったですな。これはあれだな。
微妙な感じっすね。うん。なんか甘えと思ったら全然実は甘くなくて。まあ不思議ではあるけど。うん。まあやっぱ普通のホワイトベルグとか一番便じゃねえかな。口当たりはものすごく甘い味するんだけどね。桃のチューハイかなって思うレベルの甘さが口に一瞬広がってから、で、口の中に実際入ってみると、全然甘くなくて。まあ、なかなか。個性的ではあるんだけど。でもやっぱりビールっていうのを考えると、うん、苦味もないんで、なんかビールとして、あ、そうや、ゴールドベルグっていうのもあったよね。ゴールドベルグもすげえうまかったけど。ゴールドベルグね、うん。これ限定だったな。ブラウンベルグもめっちゃうまかったけど。まあ、やっぱりベルグシリーズはあれっすかね。発泡酒は外れですね。第3のビールのベルグシリーズは当たりなんだけど。なんかの、果汁ルビーベルグだったら、あれ何使ってんだっけ、これ。フルーツの味使ってるやつ。で、大体発泡酒になるんで、分類上発泡酒になるんだけど、発泡酒になるとあんまり美味しくないよね。うん。あんま美味しくないっすな。コクはあんまないし、甘みはまあ、あるっちゃある。香りが強い。まあ、微妙って感じかな、俺は。うん。2343です。ご視聴ありがとうございました。